藤子藤尾は日本の漫画家。藤本博史と阿鼻子元の共同ペンネームである。1951年にコンビを結成。1954年からコンビを解消する1987年まで使用。解消後はそれぞれ藤子、F、藤尾、藤子藤尾あと名乗った。代表作はお化けの九太郎、ドラえもん、パーマン、忍者服部くん。 怪物くんなど多数。本校では、コンビ結成中の仕事を中心に記述する。個別の経歴については、それぞれの項目を参照のこと。1944年9月に、阿鼻子が、藤本ノイル高岡市立、上塚国民学校に転校してきて、同じクラスになった。阿鼻子が休み時間にノートに漫画を描いていたところ、 それを見た藤本が話しかけたことで二人は仲良くなり、いつも一緒に遊んでいたという。中学三年の時に、手塚治虫の新宝島に衝撃と大きな影響を受け漫画家を志す。この頃、漫画、小説をすべて手書きという雑誌のパロディー、小太陽を制作。中学から高校にかけて、漫画少年をはじめとした雑誌投稿を始めた。当初は、 それぞれが単独で投稿していたが、入選率は、藤本の方が断然よく、アビコは、屈辱感と嫉妬に悩まされたこともあった。しかし合作を始めるようになると、藤本が才能を発揮してもそうした心理的屈折が、なくなったという。高校2年頃から完全に合作に切り替え、共通の郵便貯金口座を作り、原稿料を管理するようになった。金の管理は、 藤本が行っていた。そこから金を引き出し、一緒に映画を鑑賞するようになった。これがきっかけで、藤子藤尾名義で描いたもののギャラは、すべてに分割というスタイルが、トンビ解消時まで貫かれた。彼らは、手塚治虫のことを尊敬し、手塚に手紙を書いたところ、しっかりしたタッチで将来が楽しみですと手塚から、直筆のハガキを受け取った。 これは、ますます彼らを、漫画家になることを決意させた。この頃の二人は、手塚治虫の模写ばかりしており、漫画の内容も、手塚タッチであった。1951年に、毎日小学生新聞へ、手紙と四コマ漫画を送る。手紙の内容は、僕たちは、富山の高校生です。手塚治虫先生の大ファンで、まー、あ、ちゃんの引き帳からの愛読者です。今、 手塚先生の連載漫画が載っていないので、代わりに僕たちの漫画を連載してくださいというものであった。そして一月が経ち、天使の玉ちゃんは掲載され、事実上のデビュー作となる。またこのことで、二人が漫画を描いていることが、先生や他の同級生にも一気に知れ渡った。また、同年には、高岡市で発行されていた、週刊市民新聞1月新春号に、 アビコの1コマ漫画、ウサギの落とし、藤本の4コマ漫画、カルタ鳥が掲載された。1952年、二人は高校卒業後は就職することにしたが、漫画家への夢を諦めきれずに卒業直前の春休みを利用して、宝塚の手塚治虫の自宅へ訪れた。そこで二人が書いた漫画を手塚に見せる。手塚は、その際、 上手だねという言葉をかけてその場を取り繕ったが、内心はその出来栄えに衝撃を覚え、とんでもない子たちが現れた、と驚いたという。この時二人が見せた漫画を、手塚は、修正大切に保管していた。アビコは、手塚と初めて会った、際のエピソードとして、あまりにもオーラが凄す,すぎて光り輝いて見えたと、ラジオ番組で語っている。また、 二人はこの時に大好きだった手塚の来たるべき世界の生原稿を見せてもらい感激する。しかし、その原稿は1300ページもあり二人が知っている内容ではなかった。手塚が、ああ、それはね、没にした原稿なんだよと言うと、二人は手塚先生は700ページも没にして漫画を描くのか、と驚いたという。その後二人は、 漫画家を目指すにあたり、一人でやるより二人でやった、方が力になるだろうということで合作を決意。以後、新宝島の手塚治虫にあやかり、手塚藤尾の名で投稿する。しかしあまりにも露骨なため、手塚の足にも及ばない足塚藤尾名義になった。高校卒業後、阿鼻子は、叔父が経営していた富山新聞社へ入社、藤本は、製菓会社へ入社した。 しかし藤本は、もし機械に腕を巻き込まれ大怪我をして漫画が描けなく、なったらどうしよう、仕事が合わない、と思い数日でやめてしまう。アビコは得意の漫画を生かして紙面にイラストを多く、取り入れるなどし、順調に、会社勤めをこなしていた。一方、藤本は、雑誌社へ送る漫画を描き、週末にはアビコも手伝うという状態だった。足塚藤夫にとって、 初めての連載作品である4万年漂流を連載し始めたが数回で打ち切られる。その後、最初で最後の書き下ろし単行本であり藤子藤雄の初めての単行本のユートピア最後の世界大戦が出版される。これは名義が足塚藤尾であり現存冊数も少なく日本で最もプレミアム価値がついた漫画単行本の一つである。 1954年6月10日、藤本がアビコを誘う形で二人は上京。後がない藤本と違って安定したサラリーマン生活があるアビコは新聞社に未練があったと語っている。最初に二人が暮らしたのは東京都江東区森下にあるアビコの親戚の家の2畳の和室であった。東京では時はそうに住んでいた寺田弘を並びに 同じ寺田の弟分である、坂本三郎、森安直也、長田武丸、と、新進児童漫画家のグループである、新漫画党を結成。この頃描いた、探偵王の読み切り、宇宙鉱脈から、ペンネームを、足塚不二から二人の名前を取って、藤子不二に変更した。やがて、手塚治が、時はそう出たため、 富子、富雄尾の二人は手塚がいた部屋の後釜に収まる。その時、二人は、憧れの手塚治がいた、時はそう十四号室で漫画が描けることに、喜んだという。またお金のない二人のために、時はそうの資金は手塚が肩代わりしており、手塚が使っていた漫画を描く机もそのままに、しておいた。そのため、二人は手塚が使っていた机と同じ机で、 漫画を描いていた。時はそう入居後、読み切り、作品や新漫画等メンバーによる合作などをこなしていくうちに仕事が急増し、毎月10本の連載漫画を持つようになる。阿ビコは、手塚治虫の漫画を手伝うこともあった。しかし、限界を無視して仕事を引き受けすぎたため、 1955年1月、富山に一時帰省中、連載の締め切りを8本落とすという大失態を演じてしまう。以後、一時は漫画家廃業も考えたが、寺田博夫の勧めもあり、再び、時はそうに戻る。約1年間は、雑誌社から干されてしまうが、なんとか復帰を果たす。この頃より合作ではなく、単独で描いた漫画が、徐々に増えていく。 また、近所のアパートの一室を借りてその部屋を仕事場とした。漫画を描く傍らで、当時珍しかったテレビを秋葉原で購入したり、8ミリカメラで映画を制作したりする。テレビの導入は、週刊誌での連載が増えて締め切り日も短くなったため、話題を知るために役に立ったといい、仕事中はいつもつけっぱなしにしていたという。1959年。 小学館が創刊した、週刊少年サンデーに、海の王子を連載。1960年、公文社の、少年で、シルバークロス連載。1961年、時はそうを出る。1963年、鈴木しみち、石森翔太郎、角田次郎らとアニメーションスタジオである、スタジオゼロを結成。1964年に、 藤子不二雄の二人とスタジオゼロの雑誌部によって描かれたお化けの九太郎が大ヒット。それまではシリアス志向の作品が多かったが、これによりギャグ漫画の藤子不二雄として広く認知されるようになる。この時期には週刊少年マガジンにはかとの週刊少年キングに風太くんを連載していて、藤子不二雄として週刊三誌同時連載となった。 これに続いて、パーマン、忍者ハットリくん、怪物くん、21エモン、梅星、殿下などの現在でもよく知られた漫画が続々と発表され、またアニメ化される。1960年頃から劇画が流勢し、少年史もそれまでよりもずっと対象年齢が高い漫画を中心に載せるようになった。1968年にビッグコミックで、アビコは、 黒いセールスマンを発表。それまでもブラックな漫画をしばしば発表していたが、大人向けの漫画に本格的に取り組むようになる。また、少年漫画においては1972年に連載を開始した、マタロウが来る。ブラック紹介編記録のようなブラックな漫画を描いていた。その他に、アビコの趣味であるゴルフを活かして、プロゴルファーザルといった対策も生まれた。 一方、藤本は、基本的には、自動漫画に専念していた。しかし、劇画流星の中、梅干し、殿下や、モジャコーなど思うように人気が出ず悩んでいたと言われる。少年漫画誌が、青年読者の獲得に力を入れる中、週刊少年サンデー編集部に、ゴンスケを、サラリーマン化した新作を提案されたが、藤本は、私は、 最近の読者層の変質についていけませんとこれを拒否している。そんな中、1970年に、梅干し、殿下の後作として、小学館の学習雑誌にて、連載が開始された、ドラえもんの人気が小学生の間で徐々に上がっていく。また、SF 短編作品を多数発表しており、こちらは、青年漫画雑誌、SF 専門誌などでも発表した。 二人が合作を取りやめ、それぞれの作品に専念するようになったことは、コンビ解消まで積極的には公言していなかった。例えば、1977年初版の自伝、二人で少年漫画ばかり描いてきたでは、アビコはどちらの作品も僕たちの作品と表現している。また、作中に作者本人が描かれる時も二人揃って登場する。 ことが多かった。そのため、実際には、自分の執筆ではない作品について、取材を受けたり、コメントをすることもあった。しかし、両者の作風の違いは徐々に読者にも知られるようになり、阿ビ子は黒い藤子、藤本は白い藤子と、あだなされるようになった。ドラえもんの人気と比例して、藤子藤尾の人気も高まり、藤子藤尾作品を中心とした、 コロコロコミックが1977年に創刊し、また、週刊少年キングには、藤子藤尾の自伝的漫画である、漫画道も連載された。1979年に、ドラえもんが、テレビ朝日系列で、アニメ化。その人気の不動を決定づけ、翌年の1980年には映画化され、今日まで続く、シリーズ作品となる。 ドラえもんに続いて1980年代には、怪物くん、忍者ハットリくん、パーマン、お化けの九太郎、プロゴルファーザル、エスパーマビ、ウルトラビー、ビリケン、チンプイガ、他局でも、キテレツ、大百科、笑いうセールスマン、ポコニャン、モジャコウなどが立て続けにテレビアニメ、映画化されるなど、各メディアを席巻し、これらのシリーズを複数まとめて放送する番組枠が、 レギュラー編成されるほどであった。また、藤子藤代の漫画全集である、藤子藤代ランドが創刊された。一見すると好調に見える時期だが、藤本はしばしば体調を崩しており、ドラえもんのび太のパラレル最優記は、映画原作漫画が描かれなかった。1987年の暮れ、二人は、出版関係者に挨拶状を配布し、コンビ解消の意思を表明した。 その理由として、この辺で、二人三脚の紐をほどいて、それぞれの足で歩いてみたらどうか、と話し合いました。新しい展開としてそれぞれやりたいことをやってみるのも、面白いんじゃないかととした。藤本は、自身が入退院を繰り返したことから、二人三脚で、くくっていた方の足が、かすかにヒリヒリしていた。紐を解いてみれば、何か、新しいことやれるのではないかとし、 アビコは今までのように二人のペースを合わせるのは無理な年になってきた。漫画だけでなく僕も文章なども書いてみたいが藤子藤雄の名前では勝手なことやれないとした。この挨拶上でこれまで合作とされてきた各作品がそれぞれ分担で描いていたことを公式に明らかにした。コンビ解消後、アビコは藤子スタジオに残り藤本は藤子プロを立ち上げ、 藤子スタジオの隣のビルに移った。アビコは藤子藤尾兄、藤本は藤子藤尾としたが、一年後に藤子藤尾は石森翔太郎の勧めにより藤子 F 藤尾へと変えた。後にアビコはインタビューでコンビ解消の理由として、藤本君は生活ギャグ一本でやってきたが、自分は傾向が変わってきた。 ブラックユーモアを描くようになったのが転機となった。作品も生活も自分と藤本くんとは違いが出てきた。自分が過激なのを描こうとして、藤本くんのドラえもんを傷つけるといけないから、50まで漫画やるとは思わなかったし、やることはやり尽くしてきたので、あとは好きなように気楽にやろうと別れたと語っている。しかし、笑いウセールスマンの元となった。 黒いセールスマンはコンビ解賞より20年近く前に執筆された作品であり、その時期すでにアビコは、黒ベー、ブラック紹介編起動など、昭和50年代には、マタロウが来る、などダークな作品群を多く発表している。アビコによると、青年漫画を描くようになった1973年頃、少年雑誌にまた、たくさん面白い漫画を書いてくださいという子供の、 ファンレターを読み、少年漫画への回帰を決意した。しかし後年、アビコは、藤本の、ドラえもんが、大ヒットしたのを見て、このままだと、藤本氏のマネージャーかアシスタントをやるしかないのではと、内心悩んでいたと振り返っている。アビコは、その後、再び青年、大人向け漫画での活動が多くなるが、ブラックユーモアを描くようになってから、コンビ解消を決断するまで、 かなり長い期間を必要とした。また、阿ビ子は、自分は、社交性があるため、酒やゴルフを覚えたが、藤本くんは、そのようなことは、一切しなかった。結果的に、藤本くんは、少年のような心を持ち続けるきっかけとなり、逆に自分は、子供心が薄れ、作風に差が出たとも語っている。コンビ解消を切り出したのは、アビ子によると、藤本の方であった。 藤子藤尾としての著作権料は関与の度合いに関係なく均等に二分割だったが、どちらかの死後、遺族によってドラえもんの巨額の著作権料の分配が問題となると予想され、それを未然に防ぐためにコンビを解消したという。藤本夫人の藤本雅子によると、コンビ解消のきっかけは1986年に起きた藤本の胃がんだった。手術後に、 藤本は復帰したが、また体調を崩し、その翌年に、アビコ氏と別れようと思うと打ち明けた。お互いの不仲による、コンビ解消ではなかったため、藤本は、海外旅行へ行くたびアビコには土産をプレゼントしており、アビコも、自宅の応接間に、それらを飾っているなど、コンビ解消後も交友うう関係は続いていたという。また、映画鑑賞が共通の趣味であることから、 映画の試写会で顔を合わせるのが常だったという。事実上コンビとしての活動期間は36年に、及び他人同士の漫画家ユニットとしては、2015年に、筋肉マンなどの作者、ゆでたまごが更新するまで日本の漫画家で最長だった。コンビを解消した9年後の1996年、藤本が死去。藤本とアビコの合作作品は、 中央公論者発行の藤子藤尾ランドが絶版になった後、20年近くに渡り購入不可能になっていた。しかし2009年より藤子 F 藤尾大全集が刊行され、お化けの九太郎をはじめとした藤本と阿鼻子の合作作品が復刊された。2010年には二人で少年漫画ばかり描いてきたが、2011年には、 ユートピア最後の世界大戦が復刊され、さらに2015年からは、お化けの旧太郎の真相版が、天ムシコミックスから刊行されるなど、藤本とアビコの合作作品の購入が容易になっている。一方、アビコの単独作品については、かつての藤子藤尾ランドのうち、アビコの単独作品が、2002年より、ブッキングから藤子藤尾ランドとして復刊され、 体系的に読めるようになっている。コンビ解消後しばらく、従前からの合作作品の単行本は、藤子藤尾名義のまま発売を続けていたが、後に発売された関連書籍や単行本の真相版では、藤子 F、藤尾、藤子藤尾の連名に移行している。ただし、アビコのキャラクターである、服部トくんと藤本のキャラクターである、パーマンが共演した。 忍者ハットリクイン・パーマンなど、復刊の見込みが立たない作品も存在する。藤本博士と、阿鼻子もトの共著。それぞれが単独で執筆したものについては、藤子 F、藤尾と、藤子藤尾 A を参照。初期の作品に、などがある。藤子藤尾の頃、設定したもので、コンビ解消後も、それを受け継いでいる。藤子藤尾 A と藤子 F、 不自の両方の漫画に登場するキャラクターとしてなどが、いるありがとうございます。